皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、エミです。ロサンゼルスからお届けしております。昨日はね、カズ君の日産スタジアムライブの生配信が YouTube でありまして、私はそれを見た直後にもうその時の感想をね、すぐに動画にさせていただきました。これまだ見てない方まだたくさんいると思いますので、ぜひぜひ見てみてください。そしてね、これはまだ1回だけだったんだけども、今朝ね、もう1回また最初から見出しまして、そしてまだ全部は見てないんですけど、最初にですね、カズ君が英語でメッセージを言っていたところがありまして、そこ皆さんもしかして日本語訳知りたいんじゃないかなと思いましてね、そこのところを訳させていただきたいと思っております。で、その前にまあ最初のところとかのね、感想とかもちょっと言いたいと思うんですけど、まず最初にカズ君が観客の中に座っているという、それが画面にね大きく映し出されまして、周りの人も驚いてましたけども、これは事前にきっと撮っていたものだと思うんですけどもね、これは驚きますよね。でもこれは本当にもうチームカズはね、私たちの予想のあの斜め上をいつも行きますから、もうそんな感じですけども、そしてカズ君がね現れまして、もう3年前のフリーライブ、日産の時に一人で雨の中やったフリーライブを再現するかのように、きっと同じ位置にあったんじゃないかな、のピアノはそこまで歩いていって、そして最初は何の曲なんだろうってわからない感じなんですけども、風邪っていつもねなんか違うアレンジをするんですよね。これはグレースでしたね。もう素晴らしいアレンジだった。もう毎回本当にどんなにバリエーションがあるんだろうという感心をしてしまうんですけれども、ここで一気にもう会場がね、このなんていうのかな、ヒーリングのバイブというんですか、そういうのに包まれたような感じがしますね。そしてなんか弾いている間もなんか自信に満ちているような、そして弾き終わった後もね、こうお礼をするのかなと思ったら、こう手を腰に当ててすごく輝いていましたね。そしてここからね、舞台まで歩いていくんですけども、その舞台で映ったのがこのフィーリンググッドのガイド役のこの風くんでございます。そしてここで英語でのメッセージを言っているんですね。そしてその実際のメッセージは皆さん各自で YouTube で見ていただきたいんですけれども、この内容なんですけどね、何を言っているかというと、実はこのフィーリンググッドの中の歌詞になりますね。その英語訳の歌詞を、それがほとんどでした。で、英語の内容としては Where is the storm going? 嵐はどこへですね、これね。 Where have I gone? 私はどこへ。 Seems like I've finally turned into freedom. ついに自由へと化したみたい。 Start a day with loveAnd a day with love. 愛で始め、愛で終えて。 My heart's totally lost for words. 心は言葉をなくして。 All that I'm feeling now is love. 感じられるのは愛だけ。 Is love, is love, is love. 愛だけ、愛だけ、愛だけ。ということでね、私ね、もうこれ聞いた時に、またまたなんですけどもね、私夫が1ヶ月ぐらい前に亡くなったんですけども、亡くなったというか天に帰っていったんですけども、なんかその夫のねメッセージのような気がしましたね。またね、私いつも関連させちゃうんですけどもね、でもぴったりなんですよ。夫の人生はすごく嵐のような人生でしたね。なので嵐はどこへ、やっぱり向こうに帰っていくと嵐とかもう全てなくなってしまうんですよね。そして私はどこへですよね。そして本当にもう自由になったという感覚だと思うんですね。そしてやはり全ては愛で始まり、愛で終わって、そして心は言葉をなくしてっていうのは、やっぱり言葉っていうのは考えることから出てくると思うので、そういうものが本当になくなって、感じられるのは愛だけというメッセージ、これですね。私以前からしているその3歳の時のぐるぐる体験ですね、不思議体験、そこで感じたことなんですね。だから夫のいる世界なんだなーなんて
思いました。そんなメッセージも聞こえて、私はそういう意味でも感動してしまいました。そしてそういうメッセージを伝えてくれる風さんにもね、まだ若いのにね、よく分かってらっしゃるということで感心しますね、いつもね。そしてその後のね、フィーリングとのこのパフォーマンスもとってもなんか自信に満ちて、そしてとっても素敵でしたね。シャボン玉とか虹とかね、子供たちがなんか喜ぶような、そんなセッティングでしたけれどもね。そしてそれが終わった後に風くんこの表情でね、ずっと止まってて、これは何だったんだろうか。結構長い間じーっとしてましたよね。ちょっと笑いが起きましたけれども、はい、ということでちょっとここからまたじっくり見てみたいなと思っておりますが、もう26日までだからね、アーカイブがね、もう何回も何回も見たいと思っております。そしてね、視聴者様からすでにね、たくさんの感想をいただいているんですけども、もう会場に行かれていたというエイモモさんの感想をご紹介させていただきます。エミさん、私も興奮して眠れません。ポツンと置かれたピアノの前で一人きりで歌っていた3年前、たくさんのお客さんで埋め尽くされたスタジアムを見渡すだけで胸がいっぱいになりました。見してよくは私も泣きました。会場全体がスマホのライトで揺れていて、星空のようでした。あれ綺麗でしたね。生で聞くミステイクは特別なものですね。風さん照れながら近くを歩いて通ってくれました。お髭がなかったからかな。可愛かったです。黒のシースルーの衣装がセクシーでした。シースルーだったんですね。驚いたのは風さんのダンスの凄さです。いつ練習されていたのでしょうか。そして YouTube 配信で映っていたのかな。風さん、ウィンディーちゃん製造工場でウォーキングハードしていました。映ってましたね、あれね、面白かったよね。その映像は面白かったです。生バンドのサウンドが胸にずっしりと響いて、鼓動が伝わってきて臨場感半端なかったです。プロの凄さ見せつけられました。そして夢のような時間でした、ということでね、やっぱりそうなんですよ。会場に行ったらね、そういうのね、そういうのはやっぱり YouTube からはね、画面からは感じられませんけれどもね、そのサウンドが胸にずっしりと響いたとかね、そういう感想は貴重ですね。ということでね、今日もね、行かれる視聴者さんたくさんいられますのでね、ぜひぜひそちらのね、感想も教えてくださいね。そして生配信ね、見た方もどしどし感想を教えてください。ということで、今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day everybody。 エミでした。ではまた。